皆さん、こんにちは。サインちゃんです。毎日お仕事お疲れ様です。毎日サインちゃん動画見てくれて、コメントまでありがとうございます。今日は私の畑ですね。ここは旦那さんの畑、さつまいもの収穫ですね。今、ノータリでヒレを振ってる。ちょっと、大根のベスケ準備ですね。すり私の畑、皆さんに見せたいですね。これはそば、そばの種まき芽出てるですね。ひれ芽出ます。すりはね、さっき私のたりしてたですね。ここは落花生の後ですね。収穫の後、今日はのたりして、ロータリー、明日は高菜と白菜の種まきですね。鹿屋はすっごい風音ですね。それが私はね、家の近くですね。じいちゃんの家近く。そしたらね、ここのちょっとあっちの下の方、私そばの種まきですね。ここは今日は大根、漬物、大根、種まきした。ちょっとですね、今日から始めて、今日は旦那さんはさつまいもの収穫、二人は大根の種まき、じいちゃんと人参の草、葉総菜ですね。今日はみんな一日の頑張りました。みんな一日の忙しいのお仕事ですね。私は自分で家庭菜園、今日はビニール、ここはね、靴、ここは、あそこにですね、あそこ、畑、落花生の片付け、明日、高菜、種、まきです、準備。はい、今から、帰ろです。100円、落花生、収穫です。畑、ここは8ヶ月の4日で植え付けですね。とってもいい感じ。風でも台風でも大丈夫です。楽しみですね。
こんばんは、せんちゃんです。今日は水曜日14日、休暇ですね。鹿屋は少し風あるですね。今は私、だいたい前1時間ですね。もう毎日だいたい7時前ですね。スイカの中、今日は私はね、ちょっと歯医者さんに行って少し歯痛いです。そしたら、指書いたら、落花生の片付け、ビニールの片付け、のたりして、落花生の収穫、今日は少し庭折りも収穫して、ピーマンも収穫しない方、今日はリモスも、ごぼうのリモスも3人で送りました。今日は1日の時間ですね。大体まあ時間、もう今7時前ですね。ちょっと少し痛いです。あんまさ、ちょっと声は違うかもしれないで。はい、皆さん、今日は一日の頑張りました。また明日、今日はね、大根の、今日は漬物大根の、煮たんぐらいかな、メール。ちょっと心配ですね。ちょっと心配。台風は鹿屋に来るよ、言ってけどね。こんな機会ですね。また今度見せたいです。今日はお疲れ様。バイバイ。